はい、こんにちは。ゆきちゃんパイセンです。今日はね、じゃん、グリコポッキーダブル、ホワイトチョコ&レモン、禁断の二度がけチョコ、こちらを買ってきてみました。はい、ということでですね、今回はこちらポッキーダブルの、ホワイトチョコ&レモンということで、ちょっと前にね、このシリーズの何だったっけ、ショコラ&ラズベリーを食べた時にちょっともう一個あったんだよねっていう話をね、確か動画上でもしてたと思うんですけども、結局ちゃんゆき気になって買ってきてしまいました。はい、なんかね、このビスケットのところがレモン回ってね、ビスケットのところがレモン風味になってるのかな、レモンビスケットっていうことなの で、まあレモン風味になってるのかなと思います。まあね、これから、だいぶ暖かくもなってくるので、まあなんつうさっぱり系のポッキーかなっていう感じはするんですけども、はい、ちょっと早速食べてみようかね。うん、はい、今ね開けました。はい、こんな感じでね開けまして、はい、3P 入ってます。はい、じゃあ1個取ってみますね。はい、あ、黄色、レモンと同じ黄色ですね、ここがね、両サイドね。はい、じゃあね、早速ちょっと開けてみます。はい、今ねちょっとね開けてみましたけども、まあ香りどんな感じかな、レモンのいい香りするかな、ちょっとか香りから、うん、すごい、あのね、かなりレモンの香り、いい香りする、柑橘系というかね、レモンの香り、いい香りしますね。はい、でね、二度がけのこの厚みのあるチョコレート、ホワイトチョコですね、あのこのスティックのところもわかるかな、ちょっとわかりづらいかな、どうかな、あのこのスティックのところもなんかね、あの黄色っぽい、なんかいつものこのビスケットよりも黄色っぽいような感じがします。このレモンの色というかね、なんかわかんないけど、なんか黄色っぽい、いつもより、うん、ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、あの断面図こんな感じね、ごめんなさいね、食べかけでこんな感じで、二度がけされてるのでかなり厚みがある、ポッキーですね。はい、あのね、食べてみると、なんていうのかな、あのこのさっぱりとしたというか爽やかなレモン風味がふわーって広がりますね。美味しい。うん、うん、あのね、レモンの酸味はほとんどないって言っていいかな、若干酸味がいるかなって感じだけど、甘みの方がちょっと強めなので、そんなにめちゃめちゃ酸っぱくは感じないです。若干酸味がいるかなっていう感じ程度かなと思います。はい、でもね、レモンの風味はすごいしっかりしてて、さっぱりと食べられるかと思います。はい、で前回も言ったんですけども、このチョコレートの部分が二度がけされてるので、普通のポッキーよりも厚いですよね、このコーティングの部分が、チョコの、なのでポッキーを食べてるんだけど、チョコレート食べてるみたいっていうぐらいの厚さです。前回も言ったと思うんですけどね。うん、やっぱね、このレモン風味がさっぱり食べられるんでしょうね。甘いんだけどさっぱり、うん、美味しいですこれは。うん、うん、で、なんていうのかな、これからやっぱりあったかくなってくるので、ちょっとさっぱり系のも食べたくなるかと思うんですよね。うん、そういった時にちょっとね、さっぱりっぽく食べられるのかなって思います、このレモン風味のポッキー。まあホワイトチョコ&レモンなので、なんていうのかな、レモンの、まあ、風味も結構出てるかなと思うポッキーなので、はい、あのね、僕が思ってた以上にっていう言い方は今回はないですね。あの僕はもうちょっとなんていうのかな、レモン風味が少ないのかなって思ってたぐらいなので、結構ねこれ食べてみたらレモン風味がふわーって口の中に広がるので、僕は思ってたよりはレモン風味してるのかなっていう感じはしました。うん、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、
はい、じゃん、こちらですね、グリコポッキーダブル、ホワイトチョコ&レモン禁断の二度掛けということでですね、こちらのポッキー食べてみました。そうですね、今回、香りかなりレモンのいい香りしますし、本当にわからないぐらいなんですけども、若干のまあちょっと酸味というか酸っぱさはあるのかなっていう感じはするんですけども、すごいさっぱりと食べられるかなと思います。前回ね、ちょっと前に、なんだっけ、ショコラ&ラズベリーをやったんですけども、あれはあれで美味しいんですよ。ただこっちの方はなんていうのかな、ちょっとさっぱりと食べたいなって言った時にすごいおすすめできるかなと、思います。さっぱり食べたい時はこっちの方がおすすめかなと思います。なんていうのかな、思った以上に 僕の感覚なんですけど、僕はもうちょっと、レモン風味がないのかなと思ったんですけど、思った以上にね、このレモンっていうかレモン の風味が、結構出てたので、美味しかったです。結構ねさっぱり食べられますしね、なんていうのかな、このレモンの爽やかな感じがね、広がりますしね、さっぱり食べたい方はこっちの方がおすすめだと思います。はい、ということでですね、僕はねスーパーさんの方で買ったんですけども、コンビニ等にもあるかと思いますので、気になった方はぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。